私、茅ヶ崎南、白状いたします。クイックシフター全く使いこなしていません。はい、というわけで皆さんこんにちは、茅ヶ崎南です。あのね、先ほども言った通り、私茅ヶ崎南、クイックシフターつけたにもかかわらず全く使いこなしておりません。それでクイックシフターっていうのがですね、私がこの CBR250RR にオプションでね取り付けた装備なんですけど、どういうものかっていうと、クラッチをね握らずにシフトペダルだけでねギアチェンジができるというね素晴らしい代物なんですけど、私ね実は全然使いこなしておりません。ということで本日はクイックシフターの特訓に行っちゃいたいと思います。まあ普通の道でもね練習はしたいと思っているんですけど、峠道に行って練習をしようかなと思っています。それじゃあね、荷ダボに乗ってクイックシフターの特訓に行っちゃいたいと思います。それじゃあ行ってきます。はい、というわけで現在時刻が9時半です。今ね、道志道峠に向けて宮ヶ瀬湖付近をね走行中です。というわけでまず峠に行く前にちょっと軽くね練習しておきたいと思いますね。言い訳させて、私ねビールなんですよね。なので今まで使ったことがないものに対してすごくねおどおどしちゃうんですよね。クイックシフター自体はこの荷ダボを購入してから何回かね試してみてはいるんですけど、まあでもね何度もね挑戦しようと思ってクイックシフター試しにね使ったことは10回ぐらいはあるんですけど、もう本当に使いこなすレベルには到達してないんで、今日はちょっと練習して峠を走行する時にもスムーズにね使えるようになりたいななんて思ってます。うまくできるかな、ちょっと心配はめちゃ心配。じゃあまず今3速なんで上に上げてみますね。よーし、ういったいけ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 た、結構スムーズだった気がする。でちょっと緩めてからの3速下げるのやってみたいと思います。よし、間も空いてるし、おーうお、いけた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 、うまくできた気がする。まあ、あとはこんな感じでちょっとねギアをあえて変えるんじゃなくてスムーズにね変えられるようになれたらいいんですけど、できるかな。もう今日はクラッチレバー封印、うん、よし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 、いいぞ。路面もね割と乾いているので絶好のね特訓日和ですな。おー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 おお、ちょっと慣れてきた気がする。もうこれならね峠でもね使いこなせるんじゃないかな。まあ、ずっとね意識して使ったりとかしてなかったから自分にはできないんじゃないかなってちょっと思い込んでたところあるので、今日はちょっと意識的にクイックシフター使っていきたいと思います。しがみなの動画。はい、というわけで道志道にねやってきました。ここからが本番よ。というわけでクイックシフター早速練習めちゃくちゃしていきたいと思います。うん、いい感じに今使えたぞ。そして今日は車の流れがねすごいゆったりな感じなので、少しばかりのんびりと練習していこうかななんて思います。うまくなれるかな。うんうん、いける気がする。そう、ここで下げる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 、赤信号だ、今2速、 OK うまくできたんじゃないかな。気持ちいいけど蜂やだ。よし、いいぞ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 、綺麗に3着まで持っていくことができた気がする。バイク女子 YouTuber ってなんか一見ね運転うまそうみたいなねイメージがもしかすると
あるかもしれないんですけど、レースにね参加してたりとかして、上手い人はマジでめちゃ上手いんですけど、私はそんなに上手いわけではないので、まずは人並みに運転ができるように練習したいと思います。はい、というわけで道志道しばらく走行してきました。それでもうそろそろね、私が二田坊納車した後にここら辺にツーリングにしに来たんですけど、まあ、思い出っちゃまあ思い出なんですけど、納車ツーリングでバイクが故障した場所に到着です。この辺でねシフトチェンジペダルのネジが多分落ちちゃって、バイクのギアチェンジができなくなってしまったっていうね事件が起きたんですけど、ちょうどねこの辺りだったような気がします。なんで今日は思い出のスポット、バイクを回避させた駐車場があるので、そこに行きたいなと思います。しがみなの動画。はい、というわけで懐かしの場所に到着です。バイクがね故障した時はやってなかったんですけど、今日はこの道志カフェに寄り道したいと思います。はい、というわけでしばらく走ってきたんで、一旦ねカフェ休憩挟みたいと思います。で、頼んだのがこれです。コーヒー&フィナンシェセットを頼みました。しがみなの動画。はい、というわけで道志カフェ休憩でした。それじゃあね引き続きまったり道志道走行していきたいと思います。もうねちょっとねだいぶ慣れた気がする。そう、こういう瞬間にちょっとねそう二足にして緩めて、上手くなったと思いたい。なんかカーブ中にリフト操作するの怖いので、カーブの手前でいつもしてます。だいぶさ慣れた気がする。もう多分ね2時間ぐらいクイックシフターの特訓しちゃってるんですけど、だいぶ慣れた気がします。普段さこうやって走りの練習をするためにツーリングに行ったりすることないから気がつかなかったんですけど、意外とこのクイックシフター慣れの問題かもしれない。うわわわわわ、そうこの瞬間上げる。あーいいね。今はねまだ意識的にやってるんですけど、無意識にクイックシフターを扱いこなせるレベルに到達したい。いい感じかと思う。いい感じ、絶対いい感じにできてる。でも本当このクイックシフターは慣れちゃうとすごく便利で、シフトダウンした時とか回転数をねパッと上げてくれるからね、うまく活用すればよりね楽しいツーリングになると思うので、ちょっとねここから先もビビらずに練習を重ねたいと思います。まあ多分ね今日一日中練習しとけばそのうちもう完璧にできるようになっちゃうと思うんで、練習をひたすら重ねたいと思います。それじゃあ最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。